車で行こう。ブループラットフォーム B12 番 A 列車行こう。3和骨です。577枠目、黒金さん、10万石さん、3個目さん、倉総司さん、いらっしゃい。街には駅がなくて、7個目さん、8個目さん、いらっしゃい。ディグザさん、ありがとうございます。おじさん、ありがとうございます。ワクオツです。10個目さん、いらっしゃい。男だらけの駅があると、トウヤさん、いらっしゃい。パウさん、ネコスさん、ありがとうございます。男だわ私の取り組みといてごらんなさい。はい、鈴名さん、ルドさん、19個目さん、いらっしゃい。あなたが犯人だったんですね。私のシエリさん、いらっしゃい。私のトリックがなぜ、今日の事件か。あなたのトリックは暴かれました。わずかに残った DNA が発見されたんです。どうして、絶対に DNA を落としてなかったのに。わずかながらあなたの DNA が検出されたんですよ。あなたは手袋を脱ぐときに口でつまんで脱ぐ癖がある。あの手袋の先にあなたの唾液がついてたんです。なんですって。あなたの唾液がほんのわずかですが検出されました。あの手袋の先、あなたの唾液がついてた。だからあなたが犯人だったんです。やられたわ。ハロルド警部、血だらけの手袋を口で妙見さん、28個目、伊賀さんがです。あなただ。しょうがなかったのよ。こうするしか他にどんな方法があったというの。和骨です。名曲来た。名作の予感。お言葉ですが、それでもね、他に何か方法があったんじゃないかと。しょうがなかったのよ。私は思うんですよ。人を殺す以外の方法が、殺人は絶対に許されないんだ。頭のいいあなたなら考えられたはずなんです。そんなこと考えられない。殺すしかなかったのよ。赤ちゃんにも聞き込みしたのね。そうです、赤ちゃんの寝ているベッドの下にあなたの痕跡があった。あなたがこの部屋に入ったという動かぬ証拠なんです。なんてこと。社会的に何か考えればよかったんですよ。復讐なんて虚しいだけです。あなたは、はい、赤田大門さん、猫じゃらしちゃいました。赤ちゃんをちょっと持ち上げてね、見ました。そしたらあなたの痕跡があった。ラックスさんやミサイトはここですか。あなたは闇サイトで募集したんですね、協力者を。あら、なんで味できない。カリンピーさん、森さんが一番さん、いらっしゃい。ダークウェブにアクセスしたあなたの痕跡があったんです。そんな痕跡は海外のサーバーを何重にも何重にも経由してるから。残念ですがね、そんなね、海外サーバー経由してもね、警視庁の有能なセキュリティサイバー犯罪対策チームにはね、有能な職員が、あなたよりもね、優秀な職員が山ほどいるんですよ。あなたがいくら痕跡を消そうが絶対に見つけてみせる、そんな職員が山ほどいるんです。そんな、そうです、あなたがもう何重にもね、海外経営裁判を経由してもね、警視庁はもう何でも見つけてくる、優秀なんですよ。あなたがダークウェブで協力者を募って彼にやらせたんですね。しかし
あなたは直接手を下していないとはいえ、何の関係もない人を殺人に追い込ませた。あなたの罪は上より深いですよ。反省しなさい。なんと狡猾。なんてことだよ。私は全然悪くないのに。テーマ曲が心にしみる。あなた狡猾ですよ。あなたのようなね、犯罪者が一番立ちが悪いです。殺人教唆、家宅侵入罪、器物損壊罪、いろいろ本部で器物もやったんだ。逮捕です。それで刑事ドラマと親和性の高い曲ね、もうデカドラマみたいですね。本当にセリフ飛んじゃったかな。公務執行妨害、それもおまけです。よし、いつ公務執行妨害したのよ。公務執行妨害はあかんな、わらわら。今私の捜査を妨害した、ね、それを公務執行妨害だ。いらないおまけ、わら。おまけ見つけちゃう。あなた対応します。わらわら。間違えた。あなたを逮捕しなければいけないことが本当に辛い。いつから私に目をつけていたの。最初にあなたに会った時からですよ。あなた、私と初めて会った時にやりとしました。そのあなたのにやりとした顔、絶対あなたは犯罪をしている。私はそう思いました。顔で。それはダメだ、わらわら。顔です。あなたは何か嘘を隠して、嘘をついてる顔していた。だからあなたをずっと疑っていたんです。そんな。毎日のいい列車枠のおなら音もあなたのせいです。見込みの捜査を。見込み捜査じゃないの。違う。私はね、自分の勘、刑事の勘を一番大切にしている。刑事の勘ってやつか、これだけで漫才話できちゃうな。名探偵の勘ですよ。杉下ら長さんですか、見込み案、わらわら。ラツルド、ラツル警部です。よく言われるよね、でもね、これは、物取りだな。財布もなくなってるし、雪吊りの強盗だろう。ホモは罪悪。何言ってるんだ。見込みで決めつけるんじゃない。インターネット対策部署、大学で頼み野獣先輩動画を閲覧する毎日。強盗に見せかけた犯罪かもしれないぞ。いろいろあらゆる可能性を探るのだ、刑事だろう。ホームズ裁判官、最初から決めつけて捜査するんじゃない。証拠が足りない。あなた決めつけてたじゃないの、さっき私を顔で判断したじゃないの。私は長年の刑事の勘がある。でも決めつけてないんだ。私は決めつけてはいない。あなたが怪しいと思っていただけ、あなたが怪しいと思っていただけで決めつけてないんです。鶴田さんからです。裁判官は何でも知ってる。ホームの裁判官が一番何でも知ってますね。まあ、ニヤッと笑った時点であかんですもの。そうです。それからあなたはね、もう一つ、あなた一人で全部片付きますからね。最初に旦那さんが、私が旦那さんが亡くなったことを知らせたとき、あなたはこう言った。どこで殺されたんですかと。私はまだ旦那さんが亡くなったとしか言ってないのに、あなたはなぜ殺されたって知ってたんですか。だからあなたは、あなたを疑ったんです。引っかかりましたね。そうです。私はあの時旦那さんが亡くなったんです、亡くなったとしか言ってないんです。自殺したとか殺されたとか、自殺か他殺かも言ってないのに、あなたはどこで殺されたんだと。他殺を、他殺と言いましたね。
それですよ。モズコさんが言う。特別高等警察の方ですか。でも殺されたと思ったかもしれない。殺されたと思ったんですよ。だって死んだって言ったら殺されたんで、交通事故かもしれないじゃん。大体は交通事故とかを疑うんじゃないですか。全てその時の気分で犯人を決めてるんですよね。そりゃラックス式ですから、殺されたと思うしかない。そんな、これは水かけ論ですね。やられたわね。そうです、私にかかればあなたのトリックは子供同然。事故とか病気とかなくはない。近代地でよくある犯人の特定法。わら、奥さんダメだ、自供せず粘るんだ。自供はしません。証拠がないですもの。証拠は DNA がいっぱいある。あなたの DNA が山ほどある。あなたはあれだけの DNA を残してまだ白を切るんですか。 DNA 捏造したわね。捏造はしてません。捏造よ、捏造。その家で生活していますもの。それはあなたの感想ですよね、と言い張るんだ。どうやって捏造するんですかね。捏造よ。裁判長を連れてこい。裁判長連れてきて。裁判長が知ってるわよ。捏造しそうですよね。裁判長も証拠は十分揃っていると聞いた。もうあなたは逃れられないんですよ。あなたはもうね、逃れられない。裁判長を。裁判長は何でも知っている。ホームズ裁判官、まだ証拠が足りない。裁判長。よし、裁判長。まだ証拠が足りないってすごいですよね。我々、何もかもその時の気分で決定。よし。クローン人間作ればいけるか。クローン人間は作っちゃいけないんです。倫理的にダメなんですよ。クローン人間のどこがいけないの。私はクローン人間を研究を。ネットフリックス。あなたはクローン人間を、クローン人間の研究費を稼ぐためにあの教授を殺したんですね。そんなことが許されるわけはない。あの教授はクローン人間に反対してたのよ。あの教授が反対してるから予算が下りなかったのよ。教授。でもね、殺しちゃいけないんですよ。殺したらあなたの負けなんです。ああ、ちょっと待ってください。岡田さん、あなたなんですね。違う、これはバックオーライにしないと。ちょっと待ってください。本日のホームズポイント15点。はい。作ったのがバレたら世界中から批判が飛んできますよ、奥さん。奥さん、そうですよ。そんなくだらない理由で人一人の命を奪ったんですか。そんなくだらない理由で。くだらない理由じゃないよ。ああ、どっか行った。貨物がどっか行った。おーい、貨物、貨物列車消えたぞ。おい、あれどこ行った。サスペンス。あれ貨物列車。わらわら。奥さんにごめんゆっくり。この BGM で電車が飛んだのか。わらわら。どこ行った。金曜サスペンス、消えた貨物。運行中ですになってる。異世界転生。どこ行ったの。あ、貨物列車どこ行った。え、貨物列車帰ってこないやん。飛んで行った。ハロルドさんなどと言って。どこ行ったね。どこ行った。ラックス式ですね。消えた貨物列車。え、どこ行ったの貨物列車。ちょっと。盗まれた貨物列車殺人事件。貨物列車。消えた貨物列車。宮山さんやじゃん。かった機械の体をもらいに行ったね。あれ。ちょっと貨物列車が。あれ、よくトンネル通ったことになってる。どこ行ったの。まさかバグですか。バグですね。え、貨物列車どこ行ってんのこれ。あ、どこに4つ4つ積んでるんだけど。あ、そうだ、レーダーだ。レーダー、レーダー、レーダーを見ればわかった。どこだ。ついてない、ついてない。いない。どこなんだ貨物列車。わらわら。どこなんだ。隠していてもわかるんですよ。刑事貨物列車が消えるから。これどうするのこれ。いない。わらわら。これどうするんだ。
どっか透明になってるぞ。ケーブル、どこなのこれ。これどうすんだろう。地面に埋まってそう。わら、うちの神さんが貨物列車大好きでね。奥さん、証拠の貨物を消してやったわ。リセットすれば戻ってくる。運行中だからダメだ。どこ行ったんだろうねこれね。ロードするしかないか。なくなっちゃった。貨物は二度消える。地面に埋まったのかね。消えてどっか行っちゃった。消えた貨物列車。もう一回今日最初からだ。今日の16分が無駄になっちゃった。まあいいや、気をつけないといかんね。夢だった。検討した方がいいですか。16分何してましたっけ。わらわら、奥さん、じゃあもう一回はちょっとどうなんですかね。どういう条件でなるのかがちょっとわかんないですね。いや、もうあなたの犯罪は確定してるんです。あなたは逮捕です。あ、もうトリックは完全に。じゃあ貨物、消えた貨物列車のトリックは、貨物列車が消えたトリックはどうするのよ。それは簡単です。どう簡単なの。あなたを犯人です。あの貨物列車はトンネルの中にいたんですよ。そして見なかった。ただそれだけです。どこにトンネルがあるのよ。あったんです。貨物列車1個丸々消えるトンネルがあったんです。それが、そこにあなたの証拠がありました。犯人は PC エンジンですね。犯人はあなた、 PC エンジンを使いましたね。 PC エンジンを使った犯罪。孤独な犯罪です。スーパーコンピューター、8ビットコンピューターですからね。リラックスしてなんだから住民が脱出用のトンネルあっちこっちに掘ってるだろうし、ありえますね。トンネルがこの町にはあちこち、昔の防空壕跡があったんです。そこを使ったんですね。174個目台でした。そこを使ったんですね。あそこに開いた防空壕、その中に貨物列車を隠したんです。大戦略で手に入れた都市でしたものね。金曜サスペンス劇場 PC エンジン殺人事件、消えた貨物列車の謎を追え。あなたのその身勝手な理由で、あなたは少しでも殺された人の気持ちを考えたことがありますか。恥を知りなさい。恥を。桜井隆弘みたいに消えたんですか。そんな、桜井隆弘が分かんない。桜井隆弘行方不明なんだろ。くらい高広は分かんないけど、昔消えたって言ったらアイコね、アイコだったアイコとか、なんか若戸明だっけ、郷ひろみみたいなね、消えたといえばね、若戸明かアイコか。門倉最近門倉でしたね。門倉ね、桜井が分かんない。桜井ちょっと分かんない。最近はのワイドショーがなんだ。若戸明ってめっちゃ久々聞いた。わらわら、長年にわたって浮気した上、たまたばらされた声優さんだっけ。ああ、声優さんなんだ。まあ、声優さんで二股っていうかね、パイプカットされたっていうのはね、井上さんがね、有名ですよね。テロメールをさらされた男。井上さんが結構ね、昔だった、今だったら多分ね、そう、あまりちょっと浮気ばっかりするから、パイプカット強制的に。されたんだっけ、捕まえられて、もう種残せないようにね。違うわ、結婚を約束してて長年
年付き合って挙句別れて二股もばなされたんだって。二股だったんだ、ひどいやつだね。さあ脱ぎなさい。あ、笑った。ねえ、メールだとねえ、あのあれもだけどね、ケツ穴確定なとかね、本当に。みんなちょっとね、はっちゃけてるね、みんなね。チュッチュもあったしね。ケツ穴確定が健全に見えてしまう。殺人事件にならなかっただけ温情かもしれない。社会的には終わった気がするが。終わった。悪いやつですね。桜井のはツルツル確定とあった。ツルツル確定。よしよし、ここやってちょっとあそこ行ってみようか。怖いね。あ、ここちょっとさっき、こうやってクラウドソルジャー、クラウドソルジャー。あ、違った、間違えた。証明書としたあ、こっちだ。わらわら、危ない、こっちだ。線路間違えた。危ない危ない、こっちこっち。危なかったね。今日はよくトラブルが起こりますね。今日はなんかトラブルが起こるね。よし、見えたんやしゃい。事故は起きると思ってね、まあ、常に事故は起きると思って安全をね、徹底しないと。やはりこの BGM が事故を起こすんですかね。事故は起きるさ。事故は起きるさ。事件も無事解決したってのに、事故は起きるものさって言いますからね。事故は起きるものさって言うからね。あれ、ここあるじゃない。さっきなかったんだけどね。もうちょっと時間だったら、こっちに、まだこっち行こうかじゃ。男の中身を女が男に迫る女だよ。よし、こう。男の中身に迫る女が男に迫る。中身を女だけは男に知られることもなく、男だらけのこの街で女はどうして生きられる。男の中身は女のようだと笑う男が今も男のようだと笑う男がいたんだ。笑った男を裸にしたら、あなたは今男。女性が生きづらい街。意味がなかったね。今の歌詞には意味がなかった。全くあなたの作った歌詞には意味がないんですよ。今
ぎてお腹痛い、わらわら。わからない。意味がなかったのかしら。そうです、警部ですよ、わらわら。あなたの作った歌詞には全く意味がなかった。そうなんです。また我々警察はね、あの歌詞に意味があるものと思ってずっとあの歌詞の謎を解くべくね、いろいろやってみた。それが引っ掛けだったんですね。あなたのあの歌詞には全く意味がなかった。あれは犯人のヒントでも何でもなかった。ただあなたが勝手に言葉を並べただけだったんです。なぜわかったの。確かに騙されるわ、わらわら。ダイブメッセージは何でもなかった。ただあなたが勝手に歌詞を考えて書いただけだったんですね。まさか、わらわら。あれでごまかせると思ったのに、わらわら。そんなことでね、警察はごまかせませんよ。あなたのその身勝手な心が世界を歪めたんですよ。何をごまかそうとしたらあんな感じ。なぜそれがわからないんですか。そうだったんですね。わかりました。わかりましたか。ならいいです。そうだけだったんです。世界規模で歪みが、警部なぜかぶち切れ、わらわら。世界を歪めて貨物が消えたんですよ。世界が歪むんで貨物が消えたんです。ここまで下なら意味あったのでは。いや、ヒントにはヒントの意味は全くなかったということで。よし、余計。さあ、問題の地点いきましょう。警部、パワープレイで自供させてませんか、わらわら。ようやく私の前では、ね、さすが。なんて意味では意味があった、わら。さすがラキョウさん。どんな犯人でも、ラキョウさんの前では、杉下ラキョウさんの前では、自供してしまう。もうちょっと怖いから、これやめた。まだ次第あるからいいや。ここもまああるね。ここもまあまああるね。事情っていうか、言い争いっていうか。まあまあここもありますね、はい、ないですね。まあここある。私の愛した男はいないと。ね、声だけでね。貨物列車の謎はまだ解決してませんか。よし。あれはもう私が解いた、消えたってことですよ。穴があった、この町にあった防空壕に隠されてたんです。それを私は発見しました。発見したんです。穴があったら掘りたい、ね、見事発見しました。いいですね。おっと、はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版 A 列車でイコン3は毎日やってます。また明日。はい、おつです。おっとおつです。おでした。お疲れ様でした。はい、おでした。おでした。おでした。この後は金曜プロレスリング。おでした。はい、おでした。最後の予選グループ。最後の予選グループ。はい、おでした。